はい、どうも、とわるです。一応ね、昨日ちょっとね、しんどくて倒れちゃったんですけど、一応まあ一日寝てですね、すっかり、まあ、熱はね、下がることができました。心配してくれた方々、本当にありがとうございます。でまあ、LINE とかで、まあ、生徒がね、まあ、すごい心配をしてくれて、本当に感謝してます。で、一応まあ、今日は、ブログをね、2本作って、1個が1000文字ちょっとで、もう1個が3000文字 ?5000 文字やったっけな、ぐらい書いたんですね。これからね、ブログ、毎日更新するって言った以上は、まあ、風邪でもね、関係ないんで、まあ、それは毎日ね、絶対更新します。はい、っていうところで、一応コメントね、もらってたので、コメントに対する質問ね、答えていこうと思います。で、こんなコメントがあってですね、その彼女とは、それは濃厚接触あったのでしょうか?はてな、笑い、みたいなね、コメントをもらったんですね。その彼女とは、それは濃厚接触あったのでしょうか?はてな、笑い、目、笑い、っていうふうなコメントをもらいました。コメントありがとうございます。そして、まあ、これに対して答えていこうと思うんですけど、彼女とは一応同棲してますので、まあ、濃厚接触があると言って良いのではないかというふうに思います。そして、ここで一応、濃厚接触という風な定義を考えていこうと思うんですけど、一応まあ、これすごい賢いところが出している濃厚接触の定義なんですね。で、これね、用語の定義ってところあるので、そこ見ていこうと思うんですけど、黒いチョボの3つ目ですね。そこ見ていきましょう。濃厚接触者とは、患者、括弧確定例。書いてますので、一応ね、彼女はコロナウイルスではないので、まずこの定義から外れてきます。なので、まあ、濃厚接触があったというふうには言えないかもしれませんので、その点から少し違うかもしれません。ただまあ、仮にそうだと仮定して進めていきます。そうすると、次の範囲に該当するものとありますね。1点目、新型コロナ、コロナウイルスではなかったんですね。彼女も僕もそうではなくて、あとまあ、一日出たらね、すぐにお互い治りましたから、まあ、単なる風邪なんですけど、もし一方が、コロナだった場合には、これは濃厚接触があったというふうに言えるんではないでしょうか。はい。そういうところでした。バイバーイ。